はい、どうも、サークーです。今日はですね、DJ の方からですね、先日ですね、DJI Care Refresh の新特典として、飛行紛失保証のね、追加されたんでね、その説明をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、改めましてサラクーです。今日はですね、急遽ね、動画を上げてます。実はですね、DJ の方からですね、先日ですね、DJI Care Refresh のね、特典として、飛行紛失保証のね、追加がね、されたというね、ことがね、アナウンスありました。でですね、今回ね、そのね、飛行紛失保証についての説明とですね、あとはね、注意点がね、ありますんでね、そのね、説明をね、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、早速なんですけども、ちょっとね、画面を見ながらね、説明していきたいと思います。はい。まずはですね、DJI Care Refresh、こちらに関してのね、説明になりますけども、こちらですね、DJI 製品向けのですね、包括的なね、保証プランに、なってます。まあ、iPhone とかでもですね、Apple Care っていうのがあるんですけども、DJI の方はですね、DJI 製品の方に、まあ、万が一ね、故障とかした場合は、交換してもらえるっていうようなね、プランがあって、それがね、DJI Care Refresh っていうものなんですね。まあ、ここにも書いてある通りですね、DJI Care Refresh は、包括的かつ信頼できる DJI 製品向けのね、保証プランということで、故障の際には、製品交換サービスを受けられるため、どこにいても DJI 製品を安心してお使いいただけますということですね。で、その他にもですね、まあ、DJI Care Refresh に入ってですね、購入者、ね、専用の、ね、特典を、ね、複数、ね、受けるということができます。で、今回ですね、この、DJI Care Refresh に関しまして、こちらですね、DJI Care Refresh の新特典としてですね、飛行紛失保証の、ね、追加ということが、ねされました。で、こちらはね、何かというとですね、まあもうこのね、言葉通りですね、飛行紛失なんです。このね、ドローンをですね、故障した場合っていうのはですね、さっき言ったね、DJI Care Refresh の方でね、まあ有償でね、交換していただけるっていうようなね、特典なんですけども、そこにですね、今回このね、ドローンを飛ばした時に、例えばですね、まあ、海とか、あとは湖とかですね、あと本当に回収できないところですね、基本的に追突して壊れてしまったっていう場合は、まあ、DJI Care Refresh 聞くんですけども、このドローン自体がですね、どっか行ってしまった時に、このね、 DJI Care Refresh に関して、保証はいくかというと、必ずしもね、そうでなかったっていう部分があります。もうよほどね、原因がもう、DJI のね、方に、あった場合はですね、まあ、無償交換というのもね、ありえるんですけども、まあ、そうじゃない場合はね、基本的には、ドローンがね、どっか行ってしまった場合は、基本的には、ね、交換には、ね、応じられないということだったんです。ですが、今回ですね、この、DJI Care Refresh の新特典のこの飛行紛失保証ですね、まあ、こちらに関してですね、まあ、今のところね、現時点においてはね、こちらのね、DJI Mini 2と、あとはですね、Mavic Air 2ですね、マビックエア2の方がね、対象としてですね、飛行中にですね、機体がね、紛失した場合はね、保証サービスがね、提供できるということになってます。はい。で、まあ、交換する製品はですね、まあ、新品またはですね、性能、信頼性においてね、新品同等の製品っていうことをね、交換ね、してもらいます。はい。で、交換製品受け取り後はですね、紛失機体にはね、利用制限がかかってもね、利用することがね、できなくなるということもね、書かれてます。あとですね、ちょっとね、サービス料金についてもね、説明したいと思います。DJI Care Refresh を購入後、交換を申請するためにね、所定のね、サービス料金をね、支払う必要があるっていうんですけども、まあ、今まではね、こちらのサービスはありましたね。DJI Mini 2に関して、リフレッシュ交換費用はね、5990円からと。で、一方ですね、Mavic Air 2の方はね、9900円からということだったんですけども、今回ですね、追加でですね、できたね、プランとして、飛行紛失交換費用ですね。もしね、万が一どっかにね、もう、行ってしまって紛失してしまった場合でもですね、DJI Mini 2であれば、29900円。
Mavic Air 2であれば、5万3000円でね、無償、有償でね、交換をね、してもらう、ることに、なりました。こちらに関しては、まあ、普通に新品を買う、ね、機械買うよりもですね、まあ、かなりね、安くなっています。で、あれですね、リフレッシュ交換回数についてもね、説明していきたいと思います。今までもね、その DJI ケアリフレッシュに入っていれば、その1年版、2年版っていう、2つのね、タイプのね、DJI ケアリフレッシュっていうのがあるんですけども、まあ、1年の場合、はですね、まあ、1年間に最大2回まで、このリフレッシュ交換ができたんですが、そのうちのですね、1回に関しては、飛行紛失保証としてもね、利用が可能になってます。で、一方ですね、2年版の方はですね、2年間に最大ね、3回まで、でそのうちの2回までが飛行紛失保証として利用可能となっています。まあ、なくさないのがね、まあ、一番いいんですけども、なくしたとしてもですね、先ほど言った通り、DJI ミニ2であればね、2万9900円だし、Mavic Air 2だったらね、5万3000円で交換してもらえるので、かなりね、お得になってるかなと思ってます。はい。でですね、こっからがですね、ちょっとね、注意点になります。もうこれ実はですね、まあ、DJI Mini 2とかもすでに買った人で、DJI、あとはあれですね、Mavic Air 2買った人に対しても、これ実はね、DJI Care Refresh が、まだね、有効だった場合は、このね、特典ね、受けることができるんですが、ただですね、このね、一つだけね、注意点があります。その注意点というのがですね、飛行紛失保証を、ね、利用するためにってここに書かれてるんですけども、このね、読みますけども、飛行紛失保証を利用する場合、ユーザーは DJI フライアプリを使用して事前に、自身の DJI アカウントと送信機を機体と紐付けしておく必要があるんですね。ということで、もしね、飛行中の紛失が発生する前にですね、この紐付け作業を完了していない場合なんですけども、その場合ですね、飛行紛失保証を受けることができませんと書いてます。結構皆さんアクティベーションはね、されてると思うんですよ。機体とアクティベーション自体はね、まあ、アクティベーションしないとね、飛ばせないんで、DJI の機体の場合はアクティベーションしないとね、飛ばせないような仕様になってるんで、アクティベーションはしてると思うんですが、そのね、アクティベーションをして、じゃあそれでね、もう DJI ケアリフレッシュ入ってるから、まあそのままね、飛行紛失保証がね、できるかっていうと、できないですね。まあこれはね、理由があってですね、こういうふうなね、その紐付けしてないとですね、本当にどっか飛んでってなくしたかっていうことがですね、証明できないんですね。なので紐付けすることによってですね、まあ、どっか行ってしまったということがですね、証明になるんで、必ずですね、紐付けしてくださいっていう風なね、DJI からね、お願いされてて、しかもね、してなかったら、つまりですね、どっか行ったっていうことの、その証拠にならないんで、回収した、実はですね、どっか飛ばして、で、まあ、どっか行ってしまったんだけど、いずれね、その回収してですね、回収したんだけども、新たにですね、その回収したことをですね、DJI の方に言わないで、飛行紛失保証してくださいと言われてもですね、まあなかなかね、DJI としてもね、本当にどっか行ってしまったかということが、まあ、確認できないのもありますし、まあそこら辺のこともですね、まあ証明していただけないですよね。まあ DJI としてもね、交換にはね、応じられないということもね、あると思いますんで、今回はね、こちらの方でね、必ずね、紐付けの方をね、要求してるっていうわけですね。はい。でですね、これからですね、ちょっとね、紐付け作業の方も見せたいと思いますのでね、そちらの方のね、方をやっていきたいと思います。それではですね、紐付け作業のね、動画をね、お見せしたいと思います。どうぞ。はい。ではですね、紐付け作業の方をやっていきたいと思います。まずはですね、こちらですね、送信機の方、電源を入れていきます。はい、こちらでですね、電源を入れて、DJI フライアプリをね、立ち上げます。はい、ですね、DJI アプリをね、立ち上げたらですね、続いてですね、ドローンのね、接続をね、行います。はい。はい、今ですね、ドローンともね、つなげて、
今ね接続された状態になってます。ではですね、DJI Fly アプリのですね、最初の画面のところから、プロフィールっていうところがありますので、そこのところをね、タップします。はい、そうするとですね、自分のねプロフィール画面になります。ここにですね、機器管理というボタンがありますので、そこをタップします。で、今回ですね、紐付けとしてはですね、2つ作業あります。まあ、1つ目はですね、DJI アカウントとですね、ドローンとのね紐付け作業になります。で、2つ目としてはですね、さらにですね、送信機とのね紐付け作業になります。まずはですね、最初にですね、DJI アカウントと、ドローンとのね紐付けをね行いたいと思います。今ちょうどね開いた画面ですね、アカウント&機器のところがね選択されてます。まあ、そこにですね、名称で DJI Mini 2と書かれてまして、で今ですね、紐付けアカウントなんですけども、紐付けなしになってますね。はい、でですね、一番下の方はですね、ちょっとね、モザイクかけさせていただいてますが、機体のねシリアルナンバーになっています。まずはですね、その上のですねアカウントに紐付けのところをね押してください。そうするとですね、機器紐付け情報というものがね、出てきますので、そこのところね注意書きのところねの下のところに次へというボタンがありますので、そこをね、タップしてください。はい、そうするとですね、アカウントと機器の情報の確認という画面になりました。またここもですねちょっと、モザイクかかってますけども、上がですね、DJI アカウントの、登録されたですね、自分のメールアドレスがね、記載されてます。で、その下がですね、ドローンのですね、シリアルナンバーがね記載されてますので、その下のですね確認ボタンをねタップしてください。まあ、そうすることでですね、ドローンとですね、DJI アカウントがね紐付けがね完了しました。で、続いてですね、今アカウント&機器になってますけども、その下のですね付加価値サービスの方をねタップしてください。そうするとですね、今度はね2番目とですね、送信機とのね紐付けをね行います。で、ここに書かれてるんですね、 DJI ケアですね、製品交換サービス、これ有効になってます。私の場合はですね、すでにね DJI ケアリフレッシュにね、入ってますんで、まあこういうふうにね書かれてます。で、その下のね送信機のところに、紐付けなしと、今紐付けされてないので紐付けなしと書いてます。で、一番下の方にですね、注意書きでも書いてある通り、DJI ケア飛行紛失保証を有効にするには機体を接続し、機体を送信機に紐付けするという必要がありますので、このその上のですね、新規送信機と紐付けというところをねタップしてください。そうするとですね、送信機との紐付けについてという画面になります。で、そこのですね、次へというボタンをですね、タップしてください。そうするとですね、機体と送信機の紐付けを確認という画面になります。で、そこにですね、まあ、3つね、こちらもちょっとモザイクかけさせていただいてますけども、一番上からですね、DJI アカウントの登録されたね自分のメールアドレスで、真ん中はですね、ドローンのですねシリアルナンバーで、一番下がですね送信機のねシリアルナンバーになります。で、確認のねボタンをねタップしてください。けど、今紐付け完了しました。はい、これでですね、まずねアカウント&機器の方にねもう一回戻りますけども、ここね、まあ、名称の下のところのね紐付けアカウントのところをね、見ていただけると、自分のね、登録した、メールアドレスがね、記載されています。まあ、ちょっとねモザイクかけてますけどもね。で、その下がですね、機体のシリアルナンバーが書かれてます。で、もう一方ですね、付加価値サービスの方にはですね、送信機のところですね、先ほどまで、紐付けなかったところがですね、送信機のシリアルナンバーがね書かれていることになります。ということでですね、 DJI ケア飛行紛失保証をね有効にすることができました。はい、以上となります。以上ですね、紐付け作業になりました。でですね、今回ですね、DJI ケアリフレッシュとして、新特選としてね、DJI Mini 2とですね、DJI Mavic Air 2ですね、こちらに関して新特典のですね、飛行紛失保証というのがね新たに追加されました。で、基本的にね、これから買う人もその前に DJI ケアリフレッシュ入った方がね、まあ、お得かもしれないですね。まあ、万が一ねなくした時に、まあそこそこね、まあ無料で交換っていうわけにはいかないんですけども、有料だとしてもですね、まあ安くですね、交換していただけるっていうことですね、結構ね、まあこれから買う人にもう、まあ、DJI ケアリフレッシュはね、まあ、入っていった方がね、まあ、お得なのかなと思います。このようなね、飛行紛失保証がね、ついたということでですね。はい。ただですね、まあ、先ほどね、注意した通りですね、必ずね、紐付けを行ってください。もう今ね、買って DJI ケアリフレッシュつけてる方もですね、アクティベーションだけしといててですね、
紐付けされてないっていうことがね多いと思います。実際ね、まあ何名かね、紐付けされてないっていう方をねやっぱ確認できたんでね、やっぱりそこのとこはね必ずね、紐付けしないとですね、こちらのですね、飛行紛失保証ね受けられないんでね、ぜひね、紐付けしてください。今日の動画ね以上となります。もしね、この動画がよろしければね、高評価ボタンをね押していただけるとありがたいです。あとですね、サラクスカイサーのですね、ドローン空撮とか、あとドローンのね、ノウハウ系のこともやってますんでね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではですね、次の動画でお会いしたいと思います。以上、サラクでした。さよなら、バイバイ。